黙祷。20人が亡くなった阿蘇市では、熊本地震で倒壊し、去年復旧した阿蘇神社の楼門の前で追悼式が行われました。2016年4月14日と16日に最大震度7を2度観測した熊本地震では、県内で災害関連死を含め273人が亡くなりました。45人が死亡した益城町でも、きょう町の職員全員が黙祷しました。地震から8年が経ち、町の住民は。あの時はなんかこう逃げるという感覚よりもなんか終わりだなみたいな感じ、まあ、少し薄れてきた感じありますけど、やっぱり節目節目にやっぱり思い出すことも大事かなと思います。益城に住んでた人たちがその今作りやすい町をまた新たに再構築していて、私たちもそのおかげで過ごせてる。益城町では新たな道路が整備されるなど、今も復興が進められています。